え、不自然なトロッコだな。ドクターキャン、それ洞窟じゃない？発見。洞窟っていうかお墓か。できないか。スケさん、ダメか。ちょっと休憩したいね。できねえ、くそ。毒。おお。七。八。なんやってる。お、これなんだ。これなんだっけ？テリキネシスか。お。スクロール。ライトニングシールド。レスターヘルス。なんだこれ。ソウルジェム。わな。あれ。どうしたのこれ。パラライズ。マジか。ポーションパラライザー、これでいいのか。治った？治ってない。あれ？ほっとけ治るのかな。キュア。これでいいんじゃない？治った。はい。レストマジか、ナイス。レストスピード。うん、ふん。なんかある。シルバーブレード。シールド。お、ラットミート顔。あ、ヘルメットか。なんかいる。
いるの。そういえば見えるが装備されてた。見えるお、パール。槍。金。終わりか。なんでもなかったな、ここはな。戻るか。さて、他に洞窟あるかな。あ、これか。これっぽくね。これっぽくね。カジートっつったよな。おう、え、 Go ahead。 あー、割と公的なエボニー採掘場ってことこれ。どれどれたん。ガーフリー。は、はい。あ、これエボニーじゃない？取っていいのこれ？ああ、いい、600ゴールド、マジで。わあ、いらんことした。わあ、いらんことした。バカ。600円も持っていかれた。悲しい。悲しい。うわぁ。うわぁ、エボニーの山やん。はい。これ、エボニー。こいつら全員ぶっ殺したら、なんかここのエボに俺のものってこと？もしかして。これ知らない？ここじゃないのか。お、カジー。まあ、どれか。カジー has no time for you。まあ、どれだらけ。
俺も出るしかないかな。なるほど、この辺はエボニの名産地だったのか。これのどっかにいるっての？こういうのがいっぱいあるってこと？もしかして、これ前来たな。これさっき入ったとこでしょ多分。そうだね。あれ、この人、あの人か。あ、ここ入ってないね。これ入ってないね。これか？あ？あ！なんだあれ？火事とか？ドアホー、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 ドアホー。わあ、いっぱい。なんかチープは表からいらねえって言われたんだけど、毎週。見える失敗。あれ？マジか、重量限界超えてる。ネキン。え、90個も持ってんのこれ俺。マジか、持ちすぎじゃね。オッケー、アルケミもう一個だ。アルケミもう一個だ。よし、アルケミもうちょっとだな。もうちょっとなんか錬金できないか。アルケミ来ないか。来たー、アルケミ60来ました。これで来た、4つ目の効果が分かるようになりました、ついに。これドレインパーソナリティか。やりました。おお、嬉しい。あれでもダブってんのあるな。そういうのもありなの。おお、ついになんか一人前になった感があるな。来たー、嬉しい。頑張った甲斐があったぜ。
なるほど。あ、まだしまった。どうするこれ、何してる。どう考えてもこれ重すぎだよな。ん？これな、これ。これいらない。あ、粉も俺取っちゃったんだっけ。いらん。超いらんわ。いや、いつの間に取っちゃったのこれ。間違って取ったのかな。いらんわ。それでか。OK。だから、上も気になる。お、いっぱいある。お酒か。重てえな。罠あり。オフ。オッケー。あ、あ、鍵。大したもんじゃねえ。意外とお高いなこれ。21万か。打てないな。酒、金、いやー600ゴールドも取られたからな。回収しなきゃ。これなんだった。さあ、もうちょっと奥行ってみるか。なに、水か。え、うん、うん、魚。深いな。あれ？これで終わりなの？マジか。あ、なんかある。なんかあるよ。あかん、呼吸が。あれ、なんかあったな。あれ、どこだ。これ見える、唱えてから来ればいいのかな。あれ、あ、やばい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 、あ、やばいやばいやばい、あれ、やばい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 、うー、
陸地 F5T。 あれだ、なんだろうこれ、骸骨使ったの。あ、なんか箱あるな。箱が見えた。せい。いけー。罠あり。罠解除してる場合か、これ。テレキネシスを使えばいいのか。アミュレット、リング、お金。あ、全部奪うでよかった。浮かべー。あれ、なんかステータスいっぱい、なんかいろいろついてないステータス。大丈夫これ。これなんだ？テレキネシスとトレインファティグ。むむむ。え、ここそれだけなのかな。残念。うん。あ、なんか人がいるな。こんにちは。あ、そっか。あ、これはあの人だ。どこだろうな、洞窟。それじゃないとすれば。まだあんのかな。で、まぁ、ちょっと1時間超えちゃったので。いやなんか久々にやったけど、面白いな。じゃあ、ちょっと次回、ここにいる。この建物の中にちょっと入って、聞き込みとかしてみましょうかね。はい。ということで、お疲れ様でした。